はい、今回はね、現在キャンペーンをやっている楽天モバイルのプラス割、こちらを使ってね、アクオスセンス2、1円でね、購入できますので、プラス割でね、スーパー放題の回線、一つ増やしていこうと思います。もともと持っている楽天モバイルスーパー放題の回線がね、今月から違約金なしでやめれる月に入りましたので、そちらの方はね、今月中で解約して、で、これからはね、その新しく作ったプラス割の回線を使ってスーパー放題遊んでいこうかなと思っています。では早速ね、プラス割利用して契約していこうと思います。まずは会員サポートからログインします。メンバーステーションの方にログインしてもらうと、プラス割が利用できるアカウントだと、こういう感じでね、プラス割の表示がされます。なんでここからお申し込みに行きます。今回利用するのはスーパー放題ということでドコモ回線にします。au 回線っていうのも選択できるんですけれど、スーパー放題に関してはドコモ回線のみになっていますので、スーパー放題をね、利用したい方に関しては強制的にドコモ回線になります。で、今回はアクオスセンス2、1円で手に入れたいので端末とのセットに行きます。アクオスセンス2が1円からになっていますので、こちら買おうと思います。好きなね、色を選択できるんですけれど、どの色にしようかな。赤いこうかな。なんか最近の色っていろんな色ついてるよね。ただのレッドじゃないね。カーディナルレッド。どんな色なんだろうな、カーディナルレッド。で、保証はいらないんで申し込みません。で、ツバシムに関してはスーパー放題。1ヶ月目に関しては、どのプランを使っても値段一緒になるんですけれど、基本的にスーパー放題に関しては一番下の回線でいいと思ってますんで、2ギガでいこうかなと思います。で、最低利用期限に関しては、まあ1年。その他のね、アクセサリー機はいりません。まあこちらのがね、お持ち込み内容になるんですけど、料金に関しては、楽天会員ということで、2480円ですね。ルルカに関しては、ランクの方がダイヤモンド会員ですので、さらに500円引きってことで、こちらですね、1980円で1年間持つことができる形になります。大丈夫であればね、オプションサービス選択に進むと。基本的にね、オプションには一切入るつもりがありません。このままご契約者情報入力に進もうと思います。楽天会員ログイン。ご契約者情報の入力終わりましたら、お支払い情報入力に進みます。お支払い情報の入力をしていきます。お支払い方法等の設定が終わりましたら、次はお申し込み内容確認へ進みます。注意事項として、最低利用期間がね、1年間ありますので、それ以内にね、解約した場合に関しては9800円。契約解除料がかかりますっていうのが表記されます。で、こちらの方がね、契約内容になってるんですけれど、シャープのね、アクオスセンス2、こちらの方が1円になっております。で、一応ね、楽天さん、これに関してはね、楽天自社回線対応製品ということになっていますので、対応してるんでね、これからキャリア化しても安心ですよっていうのが一応ね、記載されています。さっきのがね、1円ですね。で、最初にかかるのが、事務手数料3394円かかります。で、プランになるんですけれど、一応ね、10分かけ方がついての料金が2980円になります。で、こっからね、割引の方が効いて、楽天のね、会員になっているだけで、まずここね、500円引きになります。で、表記の方はされていないんですけれど、さらにダイヤモンド会員ということで、マイナス500円が効きますので、表記的にはね、2480円って書いてあるんですけれど、実際はね、1980円プラス税かなっていうのが毎月かかるスーパー放題の金額になると思います。低速回線の1メガっていうのが使い放題で、一応ね、高速も2ギガついて、電話かけ方がついて、1980円ってことでね、やっぱかなりお得なんじゃないかなと思います。でね、問題がなければ、お申し込みを確定するで終了になります。これでね、楽天モバイルのプラス割を使っての契約が完了になります。あとは端末が届くのを待つだけって形になります。このキャンペーンに関してはね、9月の末までやっていますので、興味がある方はね、ぜひプラス割を使って新しい回線を持つなり、今持ってる回線っていうのをね、ある意味やめてしまってプラス割に移行してもね、十分お得なキャンペーンだと思いますので、ルルカ同様に移行して使うっていうのとかね、まあ、いろいろな使い道はあると思いますので、よろしければプラス割使ってみてください。またこのプラス割で注文した商品届きましたら動画にしますので、よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。